はい、皆さんこんにちは、虫岡です。東京は中野区虫舎にやってきております。もうね、関西出身の僕からしたらもう子供の頃からずっと憧れてたお店なんですよ。もうね、日本で一番有名な昆虫ショップと言っても過言ではない。いや、昆虫ショップっていう言い方が失礼かな。ほら、もう見て、虫のことなら虫舎なのよ。というわけで早速そんな虫舎に行ってみたいなと思います。というわけで虫舎さんにやってきました。虫舎の店長さんの飯島店長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は僕、はい、昆虫の YouTuber になる前に、はい、ミュージシャン富岡大樹として、はい、前の虫舎に取材に来たことがあるんですけど、はいはい、覚えてらっしゃいますか？覚えてますよ。あ、本当ですか？そうなんですよ。実は2年前、僕 YouTuber やる前に虫舎さんに取材に行ったことがあって、もうその時はね、ガッチガチで初めての虫舎で取材させてもらってその後虫岡大樹になって、なんかこう YouTuber として初めて虫舎に帰ってこれました。おのり、今日はありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、この虫舎ってちなみに何年ぐらい続いてるお店なんですか？虫舎は僕が生まれる前、1971年なんで。あ、じゃあ飯島店長が初めてお店ではない。そうですね、僕が生まれ、僕が3代目なんです。3代目です。この前600、月刊虫が600号が出たんで、はいはいはい、まあ50年と数ヶ月という感じで。50年の歴史があるんですね。虫舎自体は最初は昆虫ショップから始まったんですか？いや、虫舎はまあ書籍と昆虫標本と採集道具とか標本箱とか、はい、まあ、そういうものをまあ販売して、はいはい、まあ、それでほぼずっと来てたんですよね。まあ、1999年ぐらいですかね、時期にそのオオクワガタブームみたいなのがありましたね。まあ、ある方の助言で、はい、中野みたいな立地でね、そういうものを売らないのもったいないんじゃないかっていう話があって、はい、それで、まあ、オオクワガタと、まあ、それに関する飼育用品みたいなものをちょっと置いてみようかみたいな、それで置き始めて、そのタイミングで僕が入ったみたいな感じですね。じゃあ、あのオオクワガタブームがあってからお店というものは本格始動っていう感じだったんですか？そうですね、まあ、あの生きたものを置き始めたっていうのは。あ、そうなんですね。はい、昆虫採集用具みたいなのが専門で売ってるお店って虫舎さん以外そうそうないですよね。何でも一通り揃ってるのは意外とないかもしれないですね。そうですよね。はい、使う人は使うけどなかなか売れないものっていっぱいありますよね。ありますあります、それはまあ趣味の店とかに共通するかもしれないですね。まあそうですよね。じゃあちょっとお店の方案内してもらってよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。というわけでちょっと仙台の方を見させてもらいたいんですけれども、はいはい、めちゃくちゃいるからちょっとどれから見ていっていいか分かんないですね。この辺は二股とかギラファとかこういった棚なんですけど、これめちゃくちゃでかいですね、このギラファ。いや、ギラファ110ミリです、ね、うわ、でっか。あ、新生虫なんですね。そうですね。うわ、でっけえ。これだいたいギラファってでも最高で何ミリぐらいになるんですか？120ぐらいじゃないですかね。まだこっから120ですね。まあ1センチなんでね、こっからの1センチってやっぱ長さはもちろん1センチ増えるんですけど、はい、まあ、体の厚みとか横幅も増えるんで、はいはいはい、もう見た目は多分その12センチって、ね、全く迫力が違うかもしれないですね。へえ。あの黄金鬼とか置いてあるんですけど、うわ、めっちゃ見たいです。もしかするとまだ発色してないかもしれないですね。あの発色、あの湿ってるとこの黒っぽくなっちゃうんですよね。あ、ほんとだ。あの図鑑で見るキンキンの色じゃないんですね。金色に。そうなんですよ。ちょっと湿度で変わるんですか？湿度で体色が変わってしまうんですよね。だから潜ってるとどうしてもこう金色にならない。ちょっと置いとくとちょっとずつ金色になる。あ、確かにちょっとずつ色が変わってる。ちょっとずつあ、ほんとだ。乾いてくると黄金色に。あ、じゃあ、あのヘラクレスの羽の色と、ね、あ、そうですね、似てますね、そういうのと。なってきた、なってきた。初めて知った。あ、そっちの棚は何ですか？こっちは虹色クワガタとかタランドスオオツヤクワガタとか。あ、ピカピカ系ですね。はい、そうですね。うわ、めっちゃ綺麗、虹色。虹色、これ結構こうもう海外クワガタだとベタなクワガタじゃないですか？そうですね。でもね、僕好きなんですよ、虹色。僕も好きです、これ。いいですよね。いいですね。もう幻のクワガタだったんで余計に昔は手に入らなかったですか？そうですね、高額でしたね。はあ、この色も虹色クワガタなんですか？これもそうですね。これもだから、自然界では多分こんな色って多分、はい、見たことないんで、なかなか出会えないんですね。そうですね。だから、まあ、飼育していく中でこう
遺伝子が引き出されたというか、はいはい、まあ、それでこういう色安定して業界ではシコンみたいな、はい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 、言われてるカラー、ね、確かにカッコシコンって書いてますね、はい、へー、こんな色の虹色がいるんだ。あとこっちはタランドス出た。これ虫キングで大人気の、ね、これは本当に最初飼い方がもう全く分かんなくて、はいはいはい、幼虫が河原岳の菌糸瓶で育てないといけないんですけど、それが分かるまでに相当時間がかかって、あ、通常のオオクワガタとかの菌糸瓶じゃ育たない、育ちにくいですね、ほとんど育たないですね。飼い方分かったらこれも絶対面白いですね。そうですよねこんなクワガタが飼えるんですからね。へえ、この裏の棚は日本産ですか。日本産が多く置いてありますね、まあ、平田クワガタとか、はいはい、スジブト平田とか花見鹿とか売ってるんですね、はい、ネブトクワガタも売ってるじゃないですか。ネブトクワガタ結構いろんな種類あって、あ、本当ですね、マニアックな人にはちょっとたまらないかもしれないですね。トカラネブト、これトカラにしかいない。そうですね、トカラ列島のネブトクワガタです。はあ。上のスジブト平田とかも初めてですか。スジブト平田見るの初めてです僕。図鑑で昔見たことがあって、やっぱ独特ですよね。これ平田は、まあ、結構世界的に見ても独特の平田クワガタじゃないかなと思います、ね、あ、確かに大きい平田でもこう入ってないですね、筋。へえ、かっこいい。これでもいいクワガタだと思います。で、この裏の棚でっかいですね、うん、これうわうわ、もうその触ったら挟まれますよそうですね、その後が平田とか、うわ、でっか。これで何センチですか。これでちょうど100ミリぐらいじゃないですか。もう昆虫じゃないですね、もうカメみたいですねもう本当ですよね、すごい厚みですし。これちなみに野生下でもこのサイズになるんですか。野生でもなりますね、これぐらいまでは。多分101とか2ぐらいまではいるんじゃないですかね。野生でいるんですね、その平田。まあ、あとこの辺は定番のヘラクレスなんですけど、はい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 、ちょっと夏場でちょうどいいサイズとか今売り切れちゃってまして。これめちゃくちゃでかいですね。でかいですね。161、くわー、こんなに角伸びるんだ。これでももうあれですもんね、大きいのもっと大きいの帰ってるわけですからね。2センチぐらい大きいの。あ、これまだでかいのいるんですか。そうですね、あの18センチ越すのがもう日本で飼育で羽化してるんで18センチ、すごいですよね。かあ。ちなみに今までこうクワカブの棚を見てきましたけれども、はい、これはもう一切クワカブじゃないんですよね。ああ、ここはカマキリとか、まあ、その時々でこう入荷した虫とかですね。ちょっとだけ言いますけど、花カマキリとか、はいはい、花カマキリ、あ、本当だ、幼虫ですけどね。リオック、リオックだから出たうわ、でっか。これはまだ幼虫ですね。幼虫ですね、羽、うん、まだ修霊ですね、これ。修霊ですね、多分次。うわぁ、僕あの日本のコロギスが好きでよく探しに行ったりとか買ったりしてるんですけど、はい、レベル違いますね、これ。違いますよね、これちょっと触るの怖いですよね。これも噛まれたら完全アウトですね。これは噛まれたらアウトでしょうねものすごい、これまたマニアックな。そうですね、これ水生昆虫。こちなみに僕は好きなんですけど、はい、これって売れるんですか結構。ああ、やっぱそうですね、僕なんかも子供の時こういうの水生昆虫ってなんか憧れがあったじゃないですか。憧れですね、はい、なかなか見ることができないと思うんで、ちょっとやっぱ郊外でもちょっと遠くまで行かないとダメだと思うんで、うん、そうですよね、舗装された池じゃ絶対見えないですもんね。500円なんで、うんうんうん、意外と買ってかれる方もいますね。これ赤虫とか、はいはい、そういうので買えるんで買われていく方も意外といます。あ、そうなんですね、はい、へえ。うわ、でっけえいや、でっかい。キーキー、あ、これキーキー鳴いてるのゴキブリの鳴き声なんですか。お、ほんとだ。もうここまで行ったらゴキブリって感じもしないですよね。あ、そうですね、あのゴキブリってやっぱその衛生害虫みたいな概念がありますけど、はいはいはい、そういうのだったらちょっとまた一味違う感じが。そうですね、そう、やっぱり虫社さんのねすごい好きなところは、まあ、生態ももちろんなんですけど、やっぱり、ね、こっちのコーナー見てほしいんですよ。これ標本ですよね。この棚全部標本ですか。そうです、標本ですね。ほー、144箱、はい、ちょっと開けてみていいですか。はい、うわ、自然の色じゃないみたいですよね。いや、本当ですね。
お金持ちの家に飾ってそうですね。そんな高いもんではないんですけど。そうですね。あ、本当だ。4000円とか。お小遣いちょっと貯めれば買える。そうです、買えますね。かっこいい箱に入れても、うん、そんなに高くはないです。1万円しないです。へえ。このふむしと。うわ、でっけえ。まあまあ逆立ちこの花の節。トゲが痛いですね、生きてる時。なんかあの反り返って挟んでくるんですよね。そうそうそう、そうなんですよ。このトゲでこうギッギッってやってくるんですよ。うわ、もうこれね、僕野生で見るの夢なんですよ。あ、子供の頃から。マレーシアに行けば見れるんじゃないですかね。比較的見れるんですか。見れますね。なんかあの現地の人に頼んどくと持ってきてくれますね。昆虫採集で生計を立ててる村とかあるんですよね。写真見せて、これディラタタって言うんですけど、ディラタタって言えば持ってきてくれます。覚えとこう、ディラタタ、はい、こちら標本だけじゃなくて標本作る道具とかも売ってるんですよね。あ、もちろん、あのこれはレジの方に、はいはい、とかこちらに、こちら天使板とか蝶々作ったりするのが、あれ全部商品なんですね。あ、これ標本箱ですね。そうですね。あ、こんなに本物ってしっかりしたものなんだ。まあ、やっぱ一番いいのはこのドイツ箱って言われてる標本箱ですね。あ、これ、はい、ビニールに入ってるやつだ。はあ、標本でもこんなにこういろんなものがあるんですね。でね、ここも僕大好きなコーナーなんですよ。本、昆虫の本ってやっぱり本屋さん行ってもなかなか置いてないですよね。ああ、そうかもしれないですね。そうなんですよ。あの定番の学研とか、あの小学館の図鑑とかあるんですけど、はい、SNS とかで例えばこういうのが出ましたってなっても本屋で探してもなかなかないんですよね。なかなか難しいですよね。そうなんですよ。日本のコブヤハズカミキリ、コブヤハズカミキリだけで一冊作ったんですか。そうですね。僕コブヤハズカミキリを知らないのにそれで一冊作れるんですね。もう興味のない人はどうにもならないですよね。確かに。そうだから僕もね、毎回虫舎さんに来ると絶対ここから一冊選んで買って帰ってるんですよね。 ありがとうございます。そうなんですよ。僕実は前回買ってたのがこれなんですよ。それ結構昔に出たやつです、ね、そう、これ初めての昆虫採集って言いながら中開いたら結構マニアックですよね。そうですね。自分ってまだまだ初心者やなって思いました。いや、でもこれはマニアックに作りすぎてますね。詳しい人たちが作っちゃったから初めてじゃなくなった。なくなってますよね、これ正直。みたいな本かもしれない。そう、だからすごいなんか仕上がりポップなのに中身めちゃくちゃマニアックで、そうなんですよ。これちょっとすげえおすすめなんですよね、僕も。いや、ぜひともこの虫屋さんに来ていろんな本見てもらいたいですね、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで一通り虫舎さんを案内していただきましたけれども、もう正直この動画の中では絶対全部伝えきれてないので、もう本当にね、東京にある店なんで地方の方とかは来にくいかもしれないですけど、もうコロナが落ち着いたら絶対に来てほしいです。もう昆虫好きの方にとってはもう聖地なので、ぜひとも来てください。JR 高円寺駅から徒歩10分にあります。 SNS、Twitter とか Facebook ページ、そしてホームページなどありますので、情報チェックしてぜひとも遊びに来てください。というわけでこの虫舎さんとのコラボ動画なんですけれども、まだまだ続きますので次回も楽しみにしてください、はい、というわけでこの動画面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。虫舎でした。一体愛って何ですか。どんなに抱きしめても「たやす」